上磐女学院は愛知県名古屋市東区大館長にあった私立の専修学校である。経営母体は松坂屋。創立100年目にあたる2007年に並行した伊藤五福店裁縫所上磐裁縫塾。洋裁上磐裁縫塾。和裁1907年3月14日、和裁裁縫の知識、技能要請を目的に名古屋市旧長島町3丁目に 伊藤五福店裁縫所が設立される。1910年、旧七局長に移転。1929年3月31日、東区久谷町一丁目に移転して、学校組織の常磐裁縫塾となった。1945年3月19日、B-29 爆撃機230機が、名古屋市の市街市に対し大規模空襲を行った。中区、中村区。 東区などの市中心部は焼け野原となり、上磐裁縫塾も行動一棟を残し消失した。1946年4月1日、東区横代間町27番地に木造教室、2階建ての行動、用務院室などを建設。同年5月20日、時は女学院として再開した。1964年4月1日、デザイン科を開設。 1965年9月11日、絵名寮が春行。1977年、専修学校の認可が下り、火星専門学校常番女学院となった。2002年4月1日、ファッション専門学校常番女学院と解消。2007年3月31日、閉校。財務体質の改善を図る松坂屋はこの年、 大丸と経営統合し、9月3日に共同持ち株会社、J フロントリテーリング株式会社を設立した。常盤女学院の跡地は売却され、現在は大型の分譲マンションが建っている。昼間部と夜間部があった。学科は、洋裁科、和裁科、デザイン科、編み物科。家庭は、本科、専攻科、研究科、高等研究科。 調和の取れた広い教養を身につけるとともに、近代女性にふさわしい服飾研究の場を目指したと、される。1976年時点の学生数は昼間部2100人、夜間部200人。卒業生は、その当時で3万1000人を数えた。ありがとうございます。